みんなお盆は何してる？ TikTok です。お盆これ、お盆にあげたやつ。そう、お盆って何？誰も言うの？お盆って友達か？急なため口。最近もうなんか仲ええ感じだったら何でもええってなってるやろ。あかんで、会社やからな。確かに、ケンです。ないやねん、ケンです。ごまかされるか。動画壊したら何でもいいと思ってるやん。あかん、思ってないねん。怖い怖い怖い。恐ろしい。 TikTok です。やってやるよ。じゃあどうぞ。何を？いや知らんけど、なんかやるはるんかな思って。やらへんよ。やらないんすか？やらへん。やらへん。やられたらやり勘沢上手やな。倍返ししちゃう。めっちゃ何今ね。倍返ししちゃうんだ。まお ね, おねえですか？びっくりした今。めちゃめちゃ変ですよ。やられたらいや、うん、そこはうまいですね、やっぱり。バイゴシドーン。いやいやいや、一個一個一個。何バイゴシドーン。下手下手下手。何本編ちゃんと見てた？めちゃくちゃ下手。やられたらやりかす。そこはうまい、ビシッと決めてください。もうやらない。なんで？なんでなん？なんだその急なぶり。や急なぶりっ子。何気持ち悪いわ。なんですの。すごい雨やったな。あれすごかったですね。雷がどやらかですもんね。ねえ、ようなっとったわ。もう濡れすぎて、はいはい、着替えて俺シャワー浴びて来たから。ですよね、だからカジュアルやな思って。うん、うん、え、雷じゃねえか。雷じゃねえか。何雷。雷やけど、うん、いや、うん、いや雷やねんけど、うん、ちょっと微妙にちゃうねん。ほんで雷だな、やねん。お前雷だな、やねん。微妙にちゃうねん、それ。え、モノマネ珍しくねえだよな。知らんのにやったな。知らんのにやったらあかん、それ。痛いだけやん。勘弁してほしい。俺もめっちゃ喋ったことあるわ、ほんまに。何ですか？最近あった怖い話やねんけど、俺にとってすっごい怖かった話やねんけど、はい、俺の親父って公務員ですごい硬い親父なんよ。昔ながらの真面目で冗談も何にも言えへんような、はいはい、今時折れへんような親父やねんけど、俺名字松本って言うねんけど、そんな親父が LINE を始めてさ、はい、その LINE の名前がさ、ジョニー松本って言うねん。いや怖すぎるやろ。ジョニーですか？そんな要素一味もないねんやんか。え、どっから来たんですか？わからんねん。俺そんな親父知らんのよ。めっちゃ怖いねん、それが。TikTok でーす。あ、来たな。あ、喋った。面白い話。オッケーオッケー。はい。あの、ばあちゃんがさ、最近 Uber Eats 覚えて。Uber Eats ばっかりやねん。わかないですか？ 85 やねんけど。ばあちゃん。Uber Eats ばっかりや。それをおかんがもう聞いて、もうばあちゃんもうほんま Uber Eats ばっかりやわーい。S 抜けてる。Uber Eats やで。ほんまかーって、もうばあちゃんな、ウーバーイート好きやからなーっつって治れへんな、全然。ほんで、あんたはアクアエリアスなんか。しゃあないよな、おかんな。 TikTok でーす。ないです、今日はやめてください。もうやめましょう。無理です、まあ、急にな、毎回毎回そんなカメラ向けられてもそんなんでけへんな、決めてんねん。そんなんせえへんで決めてんねん、俺は。 TikTok も TikTok やけど、俺らそんなんせえへん。やめてくれ。俺は毎回毎回思うんだけど、これ急にやっても、あ、可愛いかもしれへんとはなれへんねん。だからやめろ言うてんねん。TikTok ですからね。TikTok わかってるって。だから TikTok やん、わかってんねん、それは。俺はせえへんって決めてんねん。だからお前がやめて、ほんまに。もうそうやったらもう下準備させて。ほんまに、あ、もしかしたら可愛いかもしれへんとはなれへんっつってんねん。だからやめろって言ってんねん。TikTok でーす。寂しそうやな、これな。コさん起きてください。起きてるけど。なんで起きてください。コさん大丈夫ですか？起きてるけど。ください。コさん、コさん起きてるけど。起きて、なんで、え、起きてください。なんで言ってるんですか？起きてください。起きてくださいよ。起きてるよ。コスさん、大丈夫か、大丈夫かな、大丈夫、大丈夫、大丈夫かな。力強い。起きて、起きて、なんで、どうぞ、見てください。目合ってるよ。何が、起きてや。いや、目合ってんの。なんで、なんで、え、何があったん。いやいや、起きてくて、大丈夫か。目合ってる。起きてください。コスさん、あ、これ違うな、これ。コスさん、これほんまに寝てるな、これ。起きて、起きて、起きて。違う世界来てるな。何やってんだ、こんな寝てたら不安なんだ。起きて、起きてんねんけどな。起きてや。ずっと起きてるわ。めっちゃ怖い。起きて。さて、問題です。これは何のメロディーでしょうか？ほ。関西電気保安協会。ホテルニューアワジ。正解。なるほど。許してやったらどうや。関西電気保安協会。正解。もう分かりにくいな。ホテルニューアワジ。博多の塩。正解。何やこれ。TikTok です。あーでもあるわ。この間俺コンビニ行こうと思ってチャリンコ走らせたわけですよ。はい。そしたらもう前に5、6人ヤンキーがたむろしてるわけですよね。はいはい。髪の毛シルバーとか紫のヤンキーが。でもそこの前通れへんかったらコンビニ行かれへんから嫌やなと思いながら前通ったら、はい。全員おばあちゃんやった。おばあちゃんにビビってたわ、俺。おばあちゃん。その時間帯なんでおばあちゃん5、6人たむろしてんねやろな。それも怖いけどな。元気ですね。元気なのはええことやけどな。長生きせよ。